どうもこんばんは、プニゲームズプニです。声出てるかな。ああ。あれ？おかしい。あ、声出てますか？おかしいか？声聞こえてる？あ、聞こえてる？確認用の端末が悪いのかな？よいしょ。それではね、ドラゴンクエスト3、そして伝説へやっていきたいと思います。今日はですね、カンダダを倒しに行くところまでできたらいいなと思っております。今日は祠の調査もあるんでね、祠の方もね、ちょっと見に行きたいなと思っていますので、またちょっと寄り道しながらカンダダのところに行けたらなと思っております。大丈夫か、声入ってますね。寄り道がメイン。よし、配信大丈夫そうですね。よし、それではやっていきたいと思います。あ、コントローラーが違った。あ、間違えた。さあ、もう一回切り抜きなんでね、ここからもう一回スタートしたいと思います。さあ、気分を取り直して、ドラゴンクエスト3ね、そして伝説へ、今日もね、やっていきたいと思います。今日はですね、シャンパーニーの塔かな？そこにカンダダがいるということで、そこまで行きたいんですが、途中ね、寄り道しながらやっていきたいと思います。それでは、冒険をする。これでいいのか？さあ、今日はどうかな。よいしょ。セーブをするためにカザーブに来てますね。宿屋に泊まってキミラの翼をちょっと買いましょうか。あ、武器も買えるね、そういえばね。やべ、やばした。
そう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 。いきますよ。よし。もうね、あっさりクリアしちゃうところでしたからね。もうエンディングがもう、ね、そこかって感じですからね。ダメだ、お金がない。お金がないなぁ。豆腐屋さん行こう。ねえ。キメラの翼がさ、だいぶなくなっちゃって、昨日結構間違ってさ、あ、間違えた。いいのか。何個買おうかな。間違って飛んじゃってさ。道具袋。キメラの翼ほど道具袋でいいよね。っていうところに今日はね、ここの調査を先にしようかなと思っております。ここエルフの、あ、じいさんコンプニー、ここね、何でしたっけ、エルフの村を探しに来た時にちょこっと見つけちゃったんだよね。うん、なのでここ。そうですね。ルーラー覚えたいですよね。あ、あれこれさん、どうも、仕事終わった。お疲れ様でございます。今日さ、ドンキホーテにさ、あれ買いに行ったのよ。ヒューマンホールフラットのさ、やつ。そしたらね、売ってなかった。よいしょ。あそこの店舗ならありますよって言われたところ行ったんですけどね。ダメだった。よいしょ。勝てるかな。ユウ。だ。伊藤。これなら。しないな。ここは何があるんだろうな。この話って何も出てきてないんだよね。でも洞窟見つけちゃったから入るしかないなって。アストロン。覚えた魔法どっかで見れたよね。どれだっけ。
演劇エム、なんか魔法覚えてる魔法の一覧みたいのなかったっけ。まだ全然魔法覚えてないよね。特技じゃないの、魔法か。まだ覚えてないよね。ルーラ。239ゴール。シャンパーニの塔もね、まだ行ってないからね。あ、なんかいる。この洞窟のどっかに体力や気力を回復してくれる聖なる泉があるらしい。どこだろう、これかな。これじゃないのか。瀬戸内ロボ、待ってる。よいしょ。メンバーでルーラ覚えるのかな、そもそも。主人公勇者はルーラ覚えるよね。主人公がルーラ覚えなかったらもうなんかちょっと違う感じで。あ、小さなメダル、イエーイ。魔法全然使ったことない。多分自分このオートじゃなければ普段自分じゃ絶対使わないわ。もう何の魔法か覚えてないもんな。これ何、ここ出ちゃうの。ここ出れるの。はぁ、あ、なんか新しい敵だ。これなんだっけ、ブラックマジシャン。マギ。来てるね。なんだったっけな。ヴァンパイア。さあ。あ、なるほど。魔法使いないんだよな、今な。ルーラ覚えるのは勇者と魔法使いってことね。
が何の洞窟なの？さあ、てぃ、くらえ。よし、いいね、綺麗に決まったね。あまり自分頭動かしたりしないからさ、アバターがあまり動いてないね。メガマンでも動いてる。バギ、よし、あ、毛玉おねえはルーラ覚えないかな。野生の勘覚えた。野生の勘ってなんだろう。お湯でも、あ、三河氏の服だってお湯でも分けるのかな。三河氏の服の方が絶対いいっしょ。もうやんややんやと踊りながら、あれ使えない。三河氏の服、お、いいじゃん、出ちゃおう。帽子は、え、木の帽子の方がいいの？顔の帽子より、あ、羽の帽子っていうのがある。これにしよう。では誰が、鱗の盾、木の帽子、え、革の腰巻きの方がいいんだ。革の腰巻きにしようじゃん。見直そうか。え、これ持ったらどうなんだろう。他の能力下がったりしないのかな。お鍋の蓋、腕で、え、革のドレスの方がいいの？え、稽古着より、やだー、なんか食べると、いる？渡す。まあ、いっか。なんか。意外とめんどくさいな。防備袋がでもあるのがいいね。ねえ、革製品、あー、でも木の帽子の方が強いんだもんね。どっちから来たっけ？え、なんかいるぞ。お、よかった。よし、仲間になった。イエーイ。魔物使い必須だな。ダウン、ダウン、アリクイ、アリクイです。
デホイミ。はあ。この装備がわからないときは装備袋のに入れたままで装備を選んで各キャラにカーソルを合わせて X ボタンで最強武器にしてくれる。こんな親切設計まであるの。装備で、あ、ほんとだ、自動装備長押しだって。あ、ほんとだ、すごっ。え、すごっ。ありがとうございます。ちゃんと読めって話なんだけどね。あれ、こっかに出てきただけじゃん。こっちは、あ、これ回復してくれる泉があるよっていう話だけ。泉があるだけ。泉がある。強いよ、エイト。お、なんかこっちも道がある。これ絶対回復の泉だよね。これで回復の泉じゃなかったらちょっとやだよな。やっぱり回復だよね。イエーイ。回復。なんもない。回復だよ。これ行き当たりばったり。これがね、プニゲームズです。全部のところを見ていくっていうね。え、上二つを先に見に行った方が良さそうだね。とにかくマップがあるのがいいよね。今日はですね、もうあれですよ、盗賊を倒しに行きます。ドラッグスレーブでね、盗賊キラーですから。うーん、ドラマタップニーとしてね、戦っていきますよ。あ、ドラマタップニーが良かったかな、名前。でもプニグレイマンも結構かっこいいよね。みんなで考えた名前だし。あれ、アクセサリーも最強にしてくれんの。アクセサリーは つかないの、装備だけなのかな。さっきの X ボタン長押しは。長押ししてんだけど、 X ボタンでしょ。
こっちか。フニグ、フニグレイモンだけかかってね。何つけた？鱗の盾か。よし。レベルを上げながら進んでる感じがいい。もうレベル100いっちゃうんじゃないの、ここで、この洞窟でここの洞窟でレベル100いっちゃう。本当ですよ、ドラグスレイブ。あー、なるほどね、アクセサリーだけは変更してるって感じか。はあ、ドラマが来るんだね。いきますよ。盗賊に人権はないからね。リナインバース曰くね。タッタッ、よし、なんかお金ガンガン入ってくんだけど。ね。あ、もうモコナさんが、もう私レベル100いっちゃいましたよ、この洞窟で。この洞窟広くない？そうでもない？よいしょ。鋼の剣。これ絶対強いっしょ。うわ、でも棘の鞭とどっちがいいんだろう。X 長押しで道具の整理もしてくれるのか。よし、鋼の剣だ。これは強いぞ。あ、どうもこんに、こんばんは。焼きたこさん、こんばんは。そうだよ、負けちゃうよ、この洞窟でレベル100になるからな。これなら、え？糸！あ、でもなんか複数攻撃がいいかな。やっ！ドン！バギ！いや、一匹にバギはもったいないよ。赤っ端のバギーですよ。うん、あ、毒割見つけた。急所攻撃、一撃必殺の毒割を手に入れましたよ。広いな、この洞窟。何もないんかい。
手で滑ったのレベルアップ。もうちょっと待ってよ。まさに崖っぷちですね。崖で滑ったらレベルアップ。あ、こう宝箱2つある。眠りの杖、銀のロザリオ。あれ、銀のロザリオって何するやつだっけ。道具、道具、銀のロザリオは寝ながら何レベル上げ してるんですか。これオートレベル上げできなかった。よいしょ。性格がロマンチストになる。なんだろう。どうして僕は戦っているのだろう。モンスターたちと。そう。モンスターたちと話せばわかるさ。みんな友達。みたいな感じなのかな。でもさ、2、3日ずっとレベル上げしても71までしか上がんないもんなんだ。まあある程度60とか65とか、なんかそのゲームクリアに必要なレベルまで上がったら、あとレベル上げるの大変なんだけど。よし、レベル上げ。毛づくろい、毛づくろいゲット。痛いっすねー。あれちゃんで、あれちゃんでね。力抜き。してる時間もあるから。まあね、大変だもんね。モコナさんも手術したばっかりだから、体力もね戻ってないだろうし、体重もねなんかだいぶ減っちゃったもんね。650とか書いてますけど、やば。まっすぐ一回チェックしてから行きましょう。一体この洞窟には何があるんだろう。知らずに来てんだよな。多分なんかストーリー飛ばしちゃってんだろうな。見つけたところに入ってっちゃってるから。これがプニプレイです。
よいしょ。あ、ここなんか最後のところだよ、きっと。どうしよう。最後のボスだったら。え、ゾーマがいるよ。うわ、ゾーマゾーマしちゃいました。はっ、ほら、ゾーマゾーマするぞ。何言ってんだろう、もうもうアーカイブ見た人、何言ってんだろうこの人って思うよね、きっとね。なんだこれ、なんかあるぞ。夢見るルビー？書き置きが残されてた。これ何何？あ、お母様詐欺立つ不幸をお許しくださいって。エルフのあれじゃん。エルフと人間、この世で許されぬ愛ならば、せめて天国で一緒になります。マジか！死んじゃったってこと？うわぁ。あん。あん、あん、あんだよ、もう。とっても大好き、彼氏さん。マジか。死んでた。グレーマンはおかしなことマジか、死んでたよ。あん、うわぁ、それマジか。渡辺謙の娘のアンさん結構好きだけどね。よいしょ。マジか、死んじゃってた。そんなことある？まあ、あるからこうなってんのか。ちょっと、お母様にお知らせに行かなきゃ。衝撃の事実ですよ。エルフの娘、アンが死んでた。まさかの。アンペートレベルがあります。テレテテテッテー。レベルが上がると回復するのがいいよね。よし。ん？どこだ？こっちか。混乱して。いやー、やり込み要素がさー、たくさんあるから面白いよね。でもさ、今度の新しく出るドラクエはやっぱりカジノあるかな。カジノは入れてほしいよな。なんか海外の法律的には、なんかカジノが入れられなかったりするんですよ、なんか。なんかダメなんだよね。そんな話があってね、誰か言ってたよね。
だからドラクエはなんか海外で売るのが大変みたいな話じゃなかったっけ。ちょっと待って歯が痛い。ちょっと待って。よし、行くぞ。ここもね、リデミトとか使わないし、もちろん。え、リデミト？そんな魔法あったっけ？みたいな感じ。あ、道に迷った。なんでリデミトを使わないんですか？聞かれたら、そこに洞窟があるからと答えてあります。ゴールドゴーレムとかいるのかな。ゴールドゴーレムだっけ。なんかゴーレムみたいな。一番嫌いなのよね。やっぱどんな、とでもやっぱり母ちゃんは苦手ですよね。たけしたけしって言われたらちょっとビクってくるもんね。知らんけど。よし、知らんけどって言っとけばね、大体許されるでしょ。ダークしたいな。クレイ。あー、マミーいいよね。不具合がりマミーはやばいね。いいよね。マミー飲みたくなったな、久々に。マミーって最近売ってる？売ってんのかな。アキラリク。なんか知らない魔法があったぞ、さっき。あれ、アストロンなんてさ、今ご、なんかこんな早く覚える魔法だったっけ？アストロン。凍結に変化。なんかだいぶ後からね、覚えた魔法の記憶があるんだけど。そんなことなかったっけ？回復してた。あ、スーパー銭湯でマミー売ってるのに、それは飲んじゃうね。これを。あ、エイトさん寝ちゃった。出来事を聞く。やっぱりあれっぽいよね。オートセーブっぽいよね。セーブのあれが出るもんね。
上でやったよね。上から来た。俺はもう道に迷わない。ドッグ、こんなのいたっけ。リリミト、そこに洞窟があるからです。ダメですよ。もう出口間近でリリミトはないでしょ。お金もだいぶ貯まったからね。ほら、そう出口来ましたよ。ここはあーでもルーラがないからな。あ、こっちだ。早く違うとこ行っちゃうとこだった。弱いの。これで。よし。よしよし。あ、まーさんこんばんは。あれ、初めてですか、まーさん。こんばんは。あれ、まーさん初めてだっけ。よいしょ。どうもどうも、こんばんは。この辺全部撮ったんだっけ。昨日の記憶がない。あ、全部撮ったのか。うん。あ、2回目か。失礼いたしました。こんばんは。今ね、衝撃の事実ですよ。エルフの娘、アンがね、死んでるという。その手に持っているのは、夢見るルビーでは？夢見る少女じゃいられなかったよ。なんと。彼女は。アンと男は地底の湖に身を投げたというのですか。私が二人を許さなかったばっかりに。わかりました。これはやばいよね。さあ、この目覚めの粉を持って村にお戻りなさい。そして呪いを解きなさい。アンもきっとそれを願っていることでしょう。おお、アン、ママを許しておくれ。よし。てっ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 て。目覚めの粉ゲット。そしたらもう一回、ノアニールですね。ノアニールに戻る。ここはさすがに買おうか。あ、そうなんですね。もう私はなんかもう寄り道ばっかりなんで全然進んでないし。ノアニール、ノアニール行こう。さあ、目覚めの粉をどこで使えばいいんだ。
それでいいの？あ、勝手に使った。ノアニールの街を探索しましょう。寝てたことを気づかないんだな。宿屋もちょっと見てみようか。あ、宿屋営業してる。うたた寝しちゃったって。寝てる間に男の人が私におかしな真似をしてたの。そっか、あの時の、そっかそっか。アビリティクリーンいいでしょ？アビリティクリーンいいのよ。ぜひいろいろ使ってみてください。オルテガ様行ってしまわれたのね。森で魔物に襲われていた私をこの村まで連れてきてくださったのです。あのたくましい腕、恋に落ちてしまった私は思い切って告白しました。でもオルテガ様は昨日お一人で旅立ってしまいました。すまないが俺には愛する妻と子がいる。そう言い残して。うわ、オルテガ。オルテガ。オルテガつい昨日まで、あ、まあみんな寝てたからね。魔法の鍵を求めて、あ、サラームに魔法の鍵があるのか。なるほどね。罪な男ですよ。もう私のような男ですね。よし。えへ。なんもないのか。あ、ここも調べたとこか。いや、寝て起きたらなんかあるかもしれないからな。これな、どのくらい寝てたんだろうな。そうです、冬眠の準備です。冬眠します。こたつで冬眠するんだって。あ、ここ武器屋さんないじゃん。マジか。私の息子がエルフの娘と駆け落ち、あ、死んじゃったよ。二人が愛し合ってるなら結婚も認めてあげようと思ってたのに、一体今ど、死んじゃったよ。死んじゃったって言わなくていいのかな。死んじゃってる。ほんと伝えた方がいいと思うけどな、自分は。旅の途中で村に立ち寄って、それからどうしたんだっけ。それはそうと、昔アッサラームで魔法の鍵の魔装を聞いた。あ、魔物使いね、入れてる。入れた方がいいっていうことに気づいて。毛玉お姉がね、魔物使い。そう。魔物使い入れたのよ。よいしょ。何年も眠ってた。道具屋何売ってるかな。あ、なんかいるぞこいつ。なんだ、まだら蜘蛛糸があれば魔物の素早さを下げられる。なるほど。もうなんもないか。鋼の剣もな、見て手に入れたしな。
毛皮のフード、なんかアイテムはなんか結構落ちてるからな。あ、買っちゃうとこだった、危ねえ。よし、決定ボタン間違えた。え、あ、キャンセルボタンか。人々のざわめきがなんかくれし、俺になんかくれし。なんか賢者の剣とかくれし。ここもやっぱりなんもないんだろうな。まあ調べるっていうのはね。だからここか。ないね、なんもね。そしたらここ戻ったので、シャンパーニの塔に向かうか。南西、南西って書いてあるんだよな。どの辺だろう。南西、南西、あ、ここに行くんだ。あれ、どうやって行くんだろう。あ、こっから行くのか。ルーラーがないから、君らの壺入れて、カザーブから降りていくのね。さあ行ってみ、あ、防具揃えていった方がいいかな。まあいっか、裸で、裸でいいよね。よし、ヘイ、弱いの。そら、よし、あ、多分こっちだよね。そうだね、なんか橋みたいなのがね、端っこに。よし、行くぞ、食べに行くぞ。あ、今日さ、ドン・キホーテに行って、その買い物に行きたいって言われて、近所の高校生の男の子をね、乗っけてドンキに行ったんですけど、そこでね、なんかフランスパンが安くていいって教えてもらって、なんか節約するのにいいんだいいんだって言って、え、そうなのって言ってね、見に行ったんだけど、ドン・キホーテのパン税込みでね97円かな、フランスパン。でかいしね、味も良かった。今度あれ買おうと思って、また。これなんだ、これか？これ塔っぽくないよな。あれ？こっちなんもないの？なんもない。なんもないじゃん。なんもないところになった。え、ぜひね、ドンキのフランスパン買ってみて。安くて結構でかくて、なんかこうサンドイッチとかさ、アメリカンなでかいサンドイッチとか作るといいかもしんない。
卵サンドとかにしたかったな。今のところ何なんだろう。今のところ関係ないのかな。あれね、夜行かないとダメなのかな。そういうこと。一回戻るか。夕方も可能性あるもん。夕方と夜とって3パターンあることに気づいたっていうかさ、なってるからさ、この部落。夕暮れ、うわ綺麗。あ、いる。イエーイ、ゲッツ。あ、ゲッツしました。マーリン、いいじゃん。冴えてる冴えてる。だいたいドラクエのパターン見えてきたね。よし。あれ、セーブしないな。違うか。マーリンです。私は海の子マーリン。いた。レイ、はっ、くらえ。このギル、よし。あ、さ、この辺に塔があるんじゃないの。あ、これ何？この突起物は関係なかった。あ、これはどうやっていくの？これはなんか、あれかな？空飛んでこないとダメなのかな？これ入れないもんね。あ、上から降りれんのかな、ここ。階段みたいになってるけど。あ、降りれないのか。これはダメなんだね、きっとね。まだね。ねえ、空からじゃないとダメそうだね。ドラクエ3って空から。行くものだったんだっけ。タケコプターかな。ああ、もう全然覚えてない。ドラクエ4とかとなんか全部多分ごっちゃになっちゃってるから、記憶が。なにこれすごい。立派。ラーミア？ラーミアってなんだっけ。天空の城？ラーミアって何だったっけ？さあ、来ました。バトル中に強さなどが変化している場合はアイコンが出ると。あ、不死鳥か。周り、まずチェックですね。周りチェックは重要よ。さあ、それで、それ、やっ、この幻、ギル、幻になっちゃった。そうだ、不死鳥ラーミアだったっけ、名前。あ、出ちゃった。そっかそっか、それに乗るのか。なんか炎をまとった
火の鳥みたいなやつだよね。なんかムチの方がいいかな、ここムチムチで行こうかな。なんもないのかな、外になんかありそうな気がするんだけど。あ、俺の大好きな迷う鎧じゃない、これで。これ好きなのよね。なんかかっこよくない、さまよう鎧。いや、なんもないね、この塔の周り。昼間に来ると仲間がいたりしないかな。いないかな。とりあえず塔上がるか。本当ですよ、さまよう国ですよ。MC なくなっちゃった。よいしょ、はっ、バギッ。勇者は魔法使うなに変えようかな。作戦MP 使う。そこから入ろう。あ、まだ一周してないか。うちにいるかもしれないな。さあ、てや。あ、これムチの方がいいね、やっぱり。ムチに変えようか。あ、でもムチ。むちってるんだよな。むちってる人がいるから、むち持ってないかも。コービンもオートに任せちゃったから。だら！ユウ！この、せや！これで。これで簡単だ、倒せるかな。もうなんもないぞ、 MP もないし、ラジオもねえし、テレビもねえ。やっ、ダウン。長いったな今日ね。鍋やったんですよ、今日来客があって。でね、すごい、ただマダラがね1匹700円で売っててさ、でそれをねタラ鍋にしたらめっちゃうまかった。冷静にすくなりはね、コストコに、ああ、牡蠣を買いに行こうかなと思ったんですけど、まあ、コストコなんかちょっと混んでる時間帯だったからやめちゃって、カラダメにしたんだけど、めっちゃうまかった。ただのね、味噌味鍋にしたんですよ。めっちゃうまかった。
とナスの揚げ浸し作ったけどね。ナスがね、もうしなしなってなってて、しなすになってた、しなす。レベルが上がれば MP 回復しますけどね。あ、ロボが動けないって。なんかビリビリしてる。やっ、あ、宝箱、満月草か。これ満月草だけ、草だけど、みたいな。これ何？しびれてる。これは回復するのかな？自動的に。ピカチュウにやられてる感じの。やっ！ゆう！なんかあそこに人がいたね。満月草だらけじゃん。え、今？あ、こっち宝箱かなんかありそうじゃない？あ、あった。複雑な形してたのに。鎖釜か。てるかな、いらないな。ここでね。あ、これ鎖がまつ、あ、眠りの杖。え、マジ大丈夫かな。配信止まってる。くるくるしてるかな。トゥン、ヘイ、これで。よいしょ。やっぱ週末はちょっと YouTube 重いよね。みんなライブ配信してるし。こっちも一応見とくか。こっちの入り口の方も。あ、うちだけ？マジ？マジ？うちだけクルクルしてる？シノラーが来てる？ちょっと待って。ちょいちょい止まる？どうしたなぁ。少し。今、ネット回線が、うちのネット回線が。あ、マジ？うちのネット回線がね、ちょうど時間帯的にきついかもな。どうしようかな。
これでどうかな。ちょっとビットレート下げた。よいしょ。神田田というクソ泥が住んでると。あ、魔法の聖水ゲッツ。どうかな、ビットレート下げたけど。まだクルクルする。あ、良さそう。ちょっとビットレート下げたからちょっとこれで様子見ようじゃ。ここは何もなかったか。あ、よかったよかった。じゃあしばらくちょっと様子見。神田田倒しに行くぜ。あ、そういうなんかこうクルクルしてるとか情報ありがたいです、言っていただけると。いやー、クルクルしてるとかね、情報いただけるのは本当嬉しいですね。ドラクエね、今ね、まあ、切り抜きとして、このドラクエのプレイのところだけね、動画にしてアップロードし直してるんですけど、多分その方がね、ドラクエだけ見たい人もいるだろうからいいかなと思って。やばい、すんげえお腹減ってきちゃった。どうしよう。プニは餓死しそうです。やっ、12時半までライブだから、あ、ドラクエだから12時半回ったら牛丼が残ってるから牛丼を温めるかな。しけだまおねえもレベルが上がった。さあ上に上がってみるんですが、人がいる。この人は何？この塔は魔物が多いですが、彼らの弱点を意識すると戦いが有利になるでしょう。メラやギラのような火が苦手な魔物、バギラのような風が苦手な魔物、魔物ごとにそれぞれ弱点があるわけですね。あなたの仲間も作戦によってきっと敵の弱点を狙って戦ってくれると思いますよ。じゃあバッチリがいいのかな。もうなんもないか。これは？あ、どうもチャス、こんばんは。撮影終わりましたね。夜の撮影続きだったの。よいし
さあ、上行こう。階段はここ登らないのか。ドゥ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 なんだ。あ、緩めだったんだ。お疲れ様です。で、裸で軽トラの荷台に乗らなかったんですね。知らんけど。よし、毒消しそう。毒消しそうってさ、なんか毒消さなそうだよね。毒消しそうだけどさ、なんか消えないんじゃないかなって思っちゃうね。毒消しそう。なんもないな。仲間にできる、魔物がいるかなと思って。あれで。あ、裸ではなかったか。下側が行き止まりだから、下側から探索するのがいいのかな。すげえなドラクエ。自分はね、このキャラクターがちっちゃいってみんななんか言ってるみたいだけど、自分はありだな。マップが広く見渡せるのが非常にいい。自分的にはありです。あ、ルーラー覚えた。デイン、マホトン、ザオ、ルーラー。4つも覚えた、一気に。どんだけ覚えんだし。ここは何もないのか。あ、落ちるとこだった。うわ、びっくりした。ヒュンってなった、ヒュンってなった。たまヒュンした。初期保証だしな、自分な。よっ、まだ2階に上がって、何階まであんだろう、この塔って。塔だから8階ぐらいまであんのかな、やっぱり。何これ、お宝物がある。ねえ、魔導士の杖どんだけ手に入んだし。ヘイ、いや、でも MP がなくなって使えなくなっちゃうんで。毒のマーク出てる？なん、あるね。あ、いたいた。イエーイ。MP0 泡をだって。しょぼ。お前は今日から泡をだって言われたらちょっと泣いちゃうよな。あ、これなんもないの。これ関係ないのか。ねえ、転生してさ、お前が今日から泡をとして生きていけって言われたら、やだな。なんかもっとかっこいい名前がいいね。グリーンポイズンとかね。よくない、グリーンポイズン。
ポイズンスライムとか、そういうのがいいな。えい！てや！あわおより毒王の方がいいね。あ、バブリンね。そうだ、バブリンじゃなかった。そうだね、バブリンじゃなかった。言われてみればバブリンが良かったな。よし、今度こっちか。行ってみよう。経験値結構入んだよな。ホタルって結構ある。小さなメダルありそうじゃない？でも久しぶりに、あとね、モスバーガー食べた。美味しかった、モスバーガー。モスバーガーいいね。相変わらず食べづらかったけど、モスバーガーでも美味しかった。さあ、上の階に行ってみましょう。ここ小さなメダルはないのかな。今のところ発見できてないよね。あ、宝箱だ。あ、モスのポテト美味しいよね。なんかね、また美味しくなったよね。なんか一時期ね、美味しくなかったんだよね。あと、モスのナゲットはあまり美味しくなかった。昔食べて。なんかこう、つけるやつもなんか、買わなきゃいけなかったしね。オニオンリングもいいよね。美味しい。いいよー。あとはなんもないのかな。
か死ぬ気がしないよね。よし、なんか魔法もたくさん覚えたしさ、なんか死ぬ気がしないんだけど。逃げ出しちゃったよ。レベル上げすぎかな。緊迫した戦いにならないかな。神田が一撃みたいな。まあそれはドラマタプニとしては一撃で倒すぐらいがちょうどいいっすよね。なんか寄り道してたらレベル上がっちゃうんだよね。あえてレベル上げっていうこともしてないし。鉄の爪ぐらいだもんね、買ったのね。ですね。よいしょ。まあ、鉄の爪ぐらいっていうのはちょっと嘘か。まあでも、大きな買い物そのぐらいだもんね。いや、マップがあるのがすげえ楽。1ゴールド手に入れた。ヘイヘイ。くらえ。はっ。ちょっと待ってもらって、失礼します。すいません、変身してるんで。よし、大丈夫です。よし、あ、なんか人がいる。この塔は昔からいろんな盗賊どもが住み着いてるらしい。お前も盗賊なのかな。よしよし。今レベルみんな いくつぐらいなんだろう。レベル14ぐらいか。ん？マスク。逃げるなんてこのコマンド使わないからね。あ、どこに置かされた。よどこも消えたね。どこ行けばいいんだ。結構魔物多いね。魔物が多い。神田は
構最上階にいるのかな。すごいよね、戦って上まで行ったってことでしょ。それとも上に上がったら魔物たちが住み着いて下に降りてこれないパターン。それは悲惨だよな。助けてくれ助けてくれ、魔物がいて下に降りれなくなっちゃったみたいな。ブーメラン、なんか刃のブーメランとかなかったっけ。ブーメラン欲しいな。ちょっと強いブーメランが。なんもないね。全部チェックしてるつもりなんだけど、あれ一番上に来ちゃったよ。なんもなくね。頭をね、向けない。ここなら。いや、死ぬ気がせん。レベル上げて、対 MP 回復しときたいよな。けだもねえの。瀬戸内ロボも MP 回復しときたいよ。どんだけ神田が強いか知らんけど、毒にかかったらなんか毒という名前が黄色くなるとかさ、なんか色が変わるとかで毒かかってるよって分かるようにしてほしかったの。なんもなくない？あーなんか真ん中にあるんだ。あ、ここになんかある。と全体確認してから入った方がいいね、これは。なんもないかな。で、あ、小さなメダルかと思った今。絶対小さなメダルパターンだと思った。そこ来ないのかな、小さなメダル。結構隅々まで探しながら旅してるよ。魔物を寄せない魔法。ルカニじゃなくて、あれあんのかな。面白いよね。なんだったっけな。
死ぬ気がしないな。え、なんか、あ、ネズミか。あった、つぼ。うわぁ、違う。ネズミがいる。あ、小さなメダル、宝箱から出た。宝箱パターンか。タッスイッはっ。あれで今度はいなくない？いた。レベルが上がんないなぁ。あ、この上にいるのか。あ、宝箱困る。あ、祈りの指輪って、コイミが使える指輪だっけ？道具が道具でいいか。装備袋。どこだ。銀のロザリオ。あれ違ったっけ。ないぞ。道具か。あ、祈りの指輪ってなんだっけ。あー、MP を少し回復するやつか。なるほどねー。せやっ MP 回復してから望んだ方がいいかな。レベルが、毛玉お姉のレベルが上がってくれれば、これでいいんだけど。いや、瀬戸内ロボもあれしたいよな。ボス戦だよね、きっとね。こんな気がする。使っちゃうか、魔法の聖水あるし。よし、行ってみよう。違うのかな。おい、変な奴らが来たぞ。お、来た。よし、お頭に知らせに行こう。お頭に知らせに行こうって二人で逃げちゃったんだけど、この間に探索させてもらおう。こっち何？あ、上があるの。これ絶対落ちるよね、横。いや、落ちるよな、絶対落ちるよな。なんもないの、ここ。なんもないの。行ってみるか、じゃあ。パンツ一丁なのかな？あ、いた。パンツマン。よくここまで来られたな。褒めてやるぜ。だが俺様を捕まえることは誰にもできん。強そうだな。あ、嘘。さらばだ。
パンダタ倒しに来たのに。え、もう一回上がればよくないかな。ね、もう一回上がれば。あれ、逃げちゃったってこと？さあ、あ、壺あるけど、何も入っ、あ、宝箱。ヘビメタリング。これはさすがに装備でしょ。性格が一匹狼になるという意味よ。勇者一匹狼だからな。もともと。ルビーの腕は。ルビーの腕。性格が見えっぱりになる。え？こんだらこっから逃げたよね。降りるってこと？どっかにまだなんかあるってことはないのか。いや、絶対そっから飛び降りたよな。どうかな？やっぱりそうだ。こいやつらめ、やっつけてやる。この高さから落ちて死なないっていうのがすごいな。よし、行くぜ。ガンガン行こうぜ、行くよ。よし、弱かった。毛玉をね、もうレベルが上がった。これで王冠手に入れられ、あ、かぶってんじゃん。はい、せし。まいた！金の冠を返すから許してくれよ。な、な。ありがてえ。よか、またどっかでいいアジトを見つけて出直しやしょ。見つけたぞ、盗賊カンダタ。捕まっちゃう。親分、奴らが来ましたよ。おっと、こうしちゃいられねえ。あんたのことは忘れないよ。じゃあな。なんか仲間みたいなことで言うなし。あ、逃げてった。すみません。こいつらは飛び降りれない。取り逃がしました。まったく、逃げ足だけは一人前だな。金の冠を取り戻せただけでよしとしよう。アリア藩の若者よ、感謝する。その冠はぜひ君自身の手でロマリア王に届けてくれ。これで関所も通れるようになるはずだ。よし。兵士長、それだけではあの関所を通れるようには。おお、そうだったな。なんだろう、私としたことがうっかりしていたよ。うっかり。あの関所を通るには魔法の鍵というものが必要なんだ。魔法の鍵がいるのか。なんだ、本来であれば今回のお礼にそれを渡したいところなのだが、アッサラームに。あいにく私も持っていなくてな。とても珍しい品なのでそう簡単に手に入らないだろうし。ほら、言ってたわ。どうしたものか。アッサラームに行けって。
池じゃなくてアストラーミにあるって。確か南の砂漠のピラミッドに祀られているとか。なるほど、確かにあそこなら。我らはこれから城に戻って山積みになっている仕事を片付けねばいけないのだ。面倒事ばかりですまないが、無事に魔法の鍵を手に入れられるよう祈っているよ。南でピラミッド、南のピラミッドに行く、これを取らないっていう選択肢あんのかな。いや、取るべきか。よし、とりあえずロマニアに戻るかい。南のピラミッドって どっから南なんだろう。ロマリアから南かな。ロマリアがあそこに行くってことか。で、今そこにいるんでしょう。ロマリアに一回帰ってみるか。ここから飛び降りてみたいね。でもね、ちょっと飛び降りてみるか。なんもないのか。そしたらルーラ ZR。 ん？ここでルーラか。で、長押しで選択肢、あ、ほんとだ、選択先の外に行けるって書いてる。ロマリアの城にとりあえず行こう。まず王冠返そう。なくしたら困るから。ちょっとレベル上げすぎだったなぁ。よし。あ、犬がいる。あ、そういえばここもモンスターいるのかな。ロマリアでモンスター探してる。あ、いない、入れないか。え、ちょっとロマリアでモンスター探しをしてないよね。あ、でもロマリアうろうろした時にモンスターの気配なかったよね。夜うろうろしたもんね。やっぱりうまいよね。いないか。宿屋に泊まってこなきゃダメか。なんか調べるがあった。よし。あ、あそこも行きたいよな。小さなメダルのところ。報告したいよね。小さなメダルって、井戸の中だよな。井戸の中。あれ、どこの井戸だっけ？最初の村の井戸だっけ？すっかり忘れちゃった。あ、そうだよね。最初の村の井戸か。アリアハンか。え、アリアハンだっけ？どこだっけ？よいしょ、なんかいるぞ。
この上って見たっけ？見たよな。ラスボスの井戸。え、ラスボスの、あそこラスボスなの？へぇー。よし。止まる。井戸どこ？井戸。井戸忘れちゃったよ。井戸どこだっけ。井戸だった。あ、セーブしよう。アリアハンか。ありがとうございます。アリアハン。さあ、何時間プレイかな。まだね、7時間。これで9時間ぐらいか。9時間しかまだプレイしてないし。ドラクエ、皆さんもう100時間とかやってんでしょ。こことかなんか、あ、ルーラでいけるの。ここって見たっけ。なんか見てない気がする。やっぱ見てない。まだ頭が冴える本。じゃあ王様に王冠を渡して行くか。どこ？出れなくなった。あ、こっちか。ここもモンスターいそうだけどな。これは確かに、でもモンスター集めが楽しそうだね。ティン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 。でもなんかまだ初めの方だから昼間に出てきそうな気がする。うん、昼間に出てきそうな気がする。おお、よくぞ金の冠を取り戻してきてくれた。取り戻したぞ。そなたこそ誠の勇者。一国の国王としてもふさわしい人物じゃ。というわけでどうじゃ、わしに代わってこの国を治めてみる気はないか。そなたがはいと答えるだけですぐにでも王位を譲ろうぞ。どうじゃ、これはいってしてみる。おお、やってくれるか。よろしい。ではこれよりそなたがこの城の、と思ったが、そなたよく見れば女ではないか。これは驚きじゃ。ここロマニアの歴史に女性が王になった前例はないのだが、いや、しかしカンダタを倒したその実力は王としてふさわしいものじゃ。よろしい。今こそこの国初めての女王の誕生じゃ。え、どうなんだっけこれ、女王になった。女王になった。イエーイ。バトルロード上で王を探してみてください。姫になったよ、姫に。王妃、王になった。
を転売するか。呪文使えないって。あれどこだっけ、バトルなんとか。どこだっけ。あ、こっちか。よし、行ってみよう。王様を探して戻らないと。王様じゃなかった。あ、そうだろう、王にならないバージョンもあるのか。王どれだ、王だ、いたいた、どこにいんだろう。え、王いなくない。あ、王寝てる。これここにいるわ、王。王後回しにしよう。よし。うん。焼肉食べたくなった、今の見たら。ああ、焼肉食べたいなー。焼肉が食べたい。フニを焼肉に連れてって。しょうがない、話すか。戻った。よし、こいこう。バトルロードちょっとやってみる。小さなメダルもあれしたいしね。モンスターのレベルって上げる必要ないのかな。モンスターって連れて歩けないもんね。あ、なんか同じモンスターを手に入れるとレベルが上がるとかそんな感じなのかな。どうだ。一回チャレンジしてみたいよね。あ、お金預けるか。あ、100ゴールだって、ちょっと。
あ、すごい。いいじゃん、いいじゃん。あれでも、なんだっけ。娘さんは行きたくないって言ってたんだっけ。息子さんだっけ。よいしょ。誘ったら行かない、行かないって言ってたよね。ランク1だからやるってこと。あ、結構レベルが高いさ。攻撃力、魔法使い、任天堂ショップは行ってんの？え、ショップだけ入れんの？あそこ。よし。さ、最初のポケモンはこいつだ。はい、なんか敵2体しかないんだけど、弱いんだけど。おいおい、なるほどね、大阪の任天堂ショップか。やっぱり京都のやつは入れないんだね。 あのショップだけでもっていうわけにはいかないんだね。いいなぁ、任天堂ショップ。弱いな。なんか勝っちゃったんだけど。え？あ、ランク G に行けた。800ゴールドももらえた。黄色の盾。へへ。いいですね。モコナさんラッキーですね。よいしょ。あ、なんか女の人じゃん。
弱いの。弱いな。これが強すぎるんだ。あ、なんかちっちゃいのが出てきた。よしよし、いいぞ、順調。順調だぞ。なんかもう余裕じゃない？死ぬ気がしないもん。余裕すぎるぜ。あ、死んでる。全然見てなかった今。よし、勝った。ギリギリ勝った。ギリ勝ち。何もらえるかな。はぐれスライムの剣とかもらえるかな。はぐれメタルの剣か。モンスターのレベルっていうのは、自分がレベル上げてれば勝手にレベルが上がるもんなのかな。1600ゴールドもらった。すごい。よし。全部使っちゃおう。国に。守りの盾。命の木の実。匂い袋はなんだっけ。
魔物が出やすくなるのか。ああそういうこと、同じモンスターを集めなきゃいけないのか。そっか、いやまた大変だね。ルーラ使ってみよっか。初めてのルーラ。ルーラ。アニアハン。天井にぶつかれ。ぶつからない。やっぱり天井にはぶつからないんだね。ここだってな、井戸。モコナさんが教えてくれてる。ああ、たくさん集めたら、らとか、そういうのもらえるって、レベルが上がるってこと？じゃあ、今日はここまでにしよっか。ドラクエは。人の切りがいいもんね。あ、でも、あれ？あそこまで行くっていうのもありだよね。なんだっけ。ピラミッド。ピラミッドっていうのが多分城だよね。なんだっけ。忘れちゃった。アッサラームか。なんかもらえるぞ。あ、刃のブーメラン。刃のブーメランか。刃のブーメラン持ってた気がすんな。あ、シルバートレイ。盾だよね。祈りの指輪もらった。力の指輪がもらえるって。エイトさんがシルバートレイつけた。よし、ちょっとトイレ行ってくるね。よし。じゃあ10分でいけるかな。10分でいけるかな。あそこを目指すんだよね。いけるかな。ちょっといけなかったら途中でもルーラで引き返してくるようにしよっか。ここから行くんだよね、南側にね。そういうことで、ロマニアから下に行く感じで。多分ピラミッドが、アッサラームが確かピラミッドの形なんじゃないかな。多分そういうことだよね。ピラミッド行けって、アッサラームの話も出てきたもんね。こっち
を見守りに行く。魔法の鍵があるって言ってたもんね。あれ、ここじゃないぞ。あ、こっちだ。もうやめて。たどり着くか。よいしょ。さあ、10分間でアッサラームの城まで行けるかどうかですね。どうかな。そういえばドラクエの攻略本がもうすぐ出るじゃないですか。皆さん予約しました？よいしょ。ちょっとこっちに出しとくの忘れちゃった。さあ、アッサラームに。あ、レベルが上がった。ルナカンマジックバリア。結構覚えるな、魔法。魔法の種類も結構増えてるよね。これで南に行けばいいのか。ここなんかありそうじゃない？あ、出てきた。ゴリラ。なんだっけ、あれ。ジャストフライ。どう？うわ、きつい。暴れざるか。よし。ここも結構経験値手に入るんで、レベル上げが、トゲの鞭とか手に入れたね。装備とか買わないで取れるよ。よしよし。さあ、なんかあそこに真ん中になんかあるな。この先だ。ピラミッドに魔法の鍵があるって言ってるのは。あ、でもアッサラームのに、あれだよね、父ちゃんが鍵を探しに行ったって言ってたよね。魔法の鍵を探しに行ったって言ってたよね。だから、一緒なんじゃないかなと思ってたんだけど、違うのかな。すぐそこアサラーム。イシス。イシス。イシスってなんだろう。あれ、ピラミッドじゃないの。ピラミッドがイシスなのかな。待って。これ多分アサラームでね。
全然来れたわ。ちょうどいい。宿屋あるかな。あ、宿屋じゃない。まあ宿屋もそうだけど、力の種教会。よいしょ。夕方です。来ました、アッサラーム。うおー。じゃあここの探検は次回にして、こっちですね。なんだこれ。これか。裏ですね。今回パフパフあるのかな。パフパフってな、3からで、いくつから出てきたっけ、パフパフって。出てん。というわけでドラゴンクエスト3はね、ここまでにさせていただきます。